我がくびきの前に服従せざる者、ユダ族の王ヒゼキヤ。世は破壊土を持って戦いに挑み、エルサレムの城壁を砕いた。ヒゼキヤは籠の鳥のごとく王都に閉じ込められた。紀元前704年、サルゴン2世ナキアとアッシリア王となったのはセンナケリブだった。王の最初の政務はアナトリアで戦死した父王に関わる全てから距離を置くことだった。サルゴン2世が築いた都は放棄され、王碑文には直系の息子であることすら記さなかった。センナケリブは父の悪霊がもたらす不幸から逃れるためにあらゆる手を尽くした。父の意向などいらない。それは自らの力を信じたがゆえだったのかもしれない。その確信は本物であり、異星者としての能力はサルゴン2世から確実に受け継がれていた。紀元前701年、属州で起きる反乱の鎮圧はアッシリア王の恒例行事となっていた。反乱を企てたのはユダ王国を含む西方属州だったが、裏ではエジプトが先導していた。センナケリブはユダ族の都エルサレムへ侵攻する途上で、ラキシュの民に降伏を迫った。城門を開けば慈悲を与えよう。しかしラキシュの民が選んだのは徹底抗戦であった。ユダ族は攻城戦に備えたが、彼らにとって最良の選択であったかはわからない。なぜならアッシリアの最も恐ろしい作戦能力の一つが攻城戦で発揮されたからだ。この頃アッシリア軍は様々な工場兵器を駆使する特殊な工兵部隊を確立していた。彼らは4つの車輪が付けられた工場塔を城壁に接近させると破壊土を振るった。工場塔は破壊土を操る工兵を保護し、隠れた旧兵は城壁から反撃する敵に矢を放った。工兵隊は塔を移動させるための石板で舗装された傾斜路を作り出すこともできた。巨大な工場塔は木造だったが、敵の火矢から守るために水で湿らせた川で覆われていた。さらにはしごを使って城壁を登る侵入部隊は工場塔を攻撃する敵の目をそらす役割があった。エルサレムに次ぐ第二の都市ラキシュは二重の城壁に囲まれた難攻不落の要塞だった。犠牲になった兵士の数は不明であるが、凄まじい激戦が繰り広げられたと思われる。驚くべきことにアッシリア軍は工場塔の攻撃と同時に地下道を掘削して城内へと侵入した。そしてセンナケリブは城壁内に乱入したアッシリア軍にユダ族の虐殺を命じていた。ラキシュ包囲戦を描いた彫刻には命乞いや杭で刺される人々が表現されている。実際の遺跡では数百人に上る男女や子供までもが虐殺された考古学的証拠もある。ラキシュを陥落させたセンナケリブの次なる標的はユダ族の都エルサレムであった。しかしヘロドトスを信じるなら、アッシリア軍の野営地では野ネズミがもたらす病魔が蔓延した。旧約聖書の一つイザヤ書ではエルサレムに死の天使が舞い降りたとされる。アッシリア軍は神の災いにより一夜にして18万5千人が打ち倒されてしまったという。この数字はアッシリア全戦力の最大推定数とほぼ同数であり、おそらく誇張と思われる。ただかつてダビデ王が築いた強固な戦略要塞エルサレムの難攻不落さは本物だった。特定の古代都市は驚くほど食料を備えており、時には3年間も階級を続けることができた。さらにエルサレムにはギホンの泉と呼ばれる地下水源によって豊富な水が供給されていた。センナケリブはカゴの中の鳥を包囲し続けるよりも貢ぎ物で妥協したと思われる。戦略目標は達成されたが、父を連れ去った死の天使は王のそばから離れなかった。紀元前689年、バビロンの王となっていたセンナケリブの長男が反乱者に捕らえられた。この長男はガルデア人の反乱者によって敵国エラムに引き渡され、おそらく処刑された。センナケリブにとってはバビロンのみならず期待の後継者まで失う痛恨の事態だった。激怒した王は運河の流れを変える近畿の洪水戦術を使ってバビロンを徹底的に破壊した。これはアレクサンドロス大王がバビロンを破壊する350年以上前の出来事である。
名実ともに世界の中心であったバビロンの破壊は異常であり、完全に常軌を逸していた。紀元前688年、センナケリブはこの地に禍根を残したままバビロニア王を名乗った。神殿は略奪されており、バビロンの守護神マルドゥク神像はアッシリアへ持ち去られた。不可解な戦死を遂げた父の存在を消し去ったのに、なぜ私に悪霊がつきまとう。いつからかセンナケリブは死の天使を振り払おうともがくようになっていた。紀元前681年、センナケリブはアッシリア帝国最後の都ミネベに遷都した。南西宮殿が造営され、何かに怯えるように全長 12km にも及ぶ二重の城壁で囲われた。そして長男を失ったセンナケリブは王位継承順位の低いエサルハドンを皇太子とした。これで壮大な宮殿に隠居し、反乱にも煩わされず、幸せに満ちた余生を過ごせる。だがセンナケリブは王位継承の望みを絶たれた最年長の王子によって暗殺された。イザヤ書によると、ニスロクの神殿で祈りを捧げている時、王子の剣で殺害されたという。死の天使はアッシリア王に数年間を穏やかな治世を送らせた上で、その命を奪った。器に走る亀裂は次第に広がり、そこからこぼれ落ちる水も大きくなっていった。一方、ギリシアではペロポネソス半島の覇権をめぐって再び戦乱が起きようとしていた。スパルタとメッサニア、支配する者とされる者の間に共存などありえなかった。紀元前724年、イトメ山の戦いでメッサニアに敗北したスパルタは戦略を転換した。食糧封鎖、メッサニア中に蔓延した飢餓によってスパルタ軍は一転して優位に立った。そして徐々に悪化する戦況に絶望したアリストデモス王はついに自決してしまった。この結果、スパルタに屈したメッサニア人は功能を負わされ、農奴の身分に落とされた。スパルタは重労働を強いられたメッサニア人に全生産物の半分を差し出すよう要求した。神々に愛される実り豊かなメッサニアの地は今やスパルタのために存在していた。紀元前685年、メッサニア人はスパルタに隷属するよりも戦って滅びる方を選んだ。第二次メッサニア戦争、この反乱はペロポネソス半島全域を巻き込む戦乱に発展した。第一次戦争ではアルカディア、アルゴス、シキオンがメッサニア側に味方したが、第二次戦争では3つの地域に加えてペロポネソス半島北西部のエリスが参戦した。ペーオネス川に栄えたエリスは古代オリンピック発祥の地、オリンピアを要しており、第1回大会を基準とする記念法オリュンピアードを用いて暦を数えることができる。戦争開始年を決定する算出法は諸説あり、はっきりとした年代は確定していないが、ここではパーサニアスがギリシア記に記した紀元前685年を絶対年代としよう。征服者スパルタに味方したポリスは第一次戦争と同様に半島北東のコリントスだったが、さらにエリスと敵対していたアルカディア地方の西端に位置するレプレオンが参戦した。征服者ドーリア人を外するポリスとギリシア原住民を外するポリスの対立、その構造は単純な二項対立ではなく複雑であり、戦乱の火は瞬く間に半島を包み込んだ。反乱軍を主導した指導者はかつてのメッサニア王家に連なるアリストメネスであった。開戦初期、アリストメネスがスパルタ軍に前線したことでショポリスは同盟の結束を高めた。一方、スパルタ軍を率いる2人の王にとって農奴の反乱は国家を揺るがす問題であった。彼らの政体自体が農奴を隷属させることで成り立っており、身分回復は容認できなかった。両王はアギアス家のアナクサンドロス、エウリポン家のアナクシダモスとされるが、絶対年代を基準とすれば第一次戦争でも活躍したポリドロスとテオポンポスとなる。紀元前684年、一進一退の攻防を繰り返す両軍はステニクレロスの野で再び激突した。この地はギリシア神話の英雄ヘラクレスとネストレの伝説からイノシシ塚と呼ばれていた。
ギリシア神話によるとオイネウス王は女神アルテミスへの生贄の奉納をおろそかにした。すると怒った女神によってカリュドーンのイノシシという破壊的な怪物ガノに放たれた。カリュドーンのイノシシは国中の土地を荒らし回り、多くの人々が聖なる牙の犠牲になった。困り果てたオイネウス王はギリシア全土に使者を送り、イノシシに立ち向かう勇士を募った。そして駆けつけた勇士たちは見事に巨大なイノシシを退治すると神聖な肉を分け合ったが、激怒した女神は勇士たちに不和を吹き込み、名誉の毛皮をめぐる戦争を起こしたという。この勇士の中にケンタウロスと戦い、トロイア戦争にも参加したネストルがいた。彼の父や11人の兄弟は皆英雄ヘラクレスに討ち取られたが、ネストルだけは救われた。ネストルが命を救われた理由は、父王ネレウスにヘラクレスとの和解を進めたからだった。そしてヘラクレスとネストルが誓いを交わした場所こそがこのイノシシ塚であった。だがスパルタ王たちはヘラクレスとは異なり、反乱者の命を救うつもりはなかった。彼らはイノシシ塚の名の通りステニクレロスをメッサニア人の墓にしようとしていた。メッサニア軍を率いるアリストメネスは同盟ショポリスの援軍を加えて王陣を形成した。アリストメネス自身は80名で構成された親衛隊とともに戦列左翼へ布陣していた。この親衛隊は指導者の考えと戦術を理解し、実行へ移すための鍛錬を積み上げていた。さらに彼らはアリストメネスと同年代であり、指導者とともに戦えることを名誉と感じていた。一方スパルタ軍にはコリントスの援軍に加えて強靭なレプレオン軍が参戦した。彼らの年齢は戦士として最盛期にあり、体力も士気も高い兵士たちで構成されていた。さらにスパルタ軍右翼にはえりすぐりの300人隊が配置されていたかもしれない。率いた王はテオポンポスと思われるが、パウサニアスはアナクサンドロスと記している。おそらく両軍は古代ギリシアの戦闘競技を一新させる軍事的ルネサンスを取り入れた。ファランクス、それは青銅の槍と甲冑で武装した重装歩兵が作り出す密集砲陣であった。少なくとも紀元前650年頃までにコリントスの陶器類に描かれた密集砲陣が確認できる。戦史を考えれば重装歩兵と密集砲陣がペロポレソス半島で誕生したことに疑いはない。密集砲陣自体は新しい戦術ではなく、メソポタミアでは2000年前から採用されていた。革新的だったのは武具一式であり、命を守るために改良された甲冑と丈夫な槍だった。長方形の大盾は縁の部分だけを青銅で覆った防具材の円盾へと変化した。円盾の裏側には2つの革紐の輪が付けられ、兵士は左腕を肘まで通して輪を握った。革の胸当ては廃盤を加えた厚さ6ミリの青銅製に変わり、腰の近くにまで達した。足はすね当てで防護し、特別に頭や腕を守る防具を身につける兵士も登場した。 2.5 メートルの長さを持つ槍は頑丈な花水木材で作られ、鉄の穂先が取り付けられた。体重の半分にも達する武具を身につけた重装歩兵は古代世界のどこにも存在しなかった。そして新たな武具により旧式の密集砲陣はファランクスとして生まれ変わった。これら全ての革新は職業軍人ではなく農民だけで歩兵部隊を構成するためだった。今や農民は増大する人口を支えるためにギリシア中の耕作地に分布していた。もしも農民が計算できる戦力となれば、常備軍よりも低コストで国土防衛が可能となる。だが重労働に追われる農民には高度な戦術や鍛錬を行う意欲も時間的余裕もなかった。ならば生存率を高めた重装歩兵を軸として一定の型を取り入れてしまえばよい。基本行動は前進、停止、後退のみ。盾は胸の高さを維持。攻撃時は槍を肩より上。筋力と精神力が極度に重んじられ、回戦に高度な戦術を求める考え方は少数派となった。最も恐ろしかったのはファランクスの殺傷力であり、陣営問わず甚大な被害を被った。その純然たる恐怖はスパルタ軍に認識表、つまりドッグタグをつけさせたほどである。さらに無益な殲滅戦を避けるためにショポリスは数々の自制と儀礼を生み出した。宣戦布告や捕虜の協定、奇襲戦法や遠距離攻撃の禁止、戦いは日没までに決する。
それでも密集邦人はアキレウスに相当する一騎当選の英雄たちを戦場から駆逐した。この時代の英雄とはすでに戦士ではなく最前線で軍を統率する指揮官となっていた。そしてメスタニア軍とスパルタ軍は開戦と同時に一進一退の攻防を繰り広げた。両軍ともに一歩も引かなかったが、長期戦は戦力が劣るメスタニア軍へ不利に働いた。アリストメネスは膠着した戦局を打開するために敵陣右翼へと突撃した。片翼突破。指導者が定めた標的は最も盛況なテオポンポス王率いる300人隊の撃滅であった。アリストメネスと親衛隊は長槍の雨によって負傷したが、ひるむことなく前進した。メッサニア軍左翼の突撃によってスパルタ軍の300人隊は戦列奥深くへ押し込まれた。スパルタ軍右翼が後退を始めた時、アリストメネスは後方の別動隊に追撃を命じた。そしてアリストメネス自身は無防備となったスパルタ軍の右側面へと向きを変えた。アリストメネスの真の狙いはスパルタ兵たちが盾を持たない右腕の方向であった。片翼包囲。スパルタ軍は一転して窮地に陥ったが、思いもよらぬ事態が起こる。アリストメネスが反転した時、あろうことか命よりも大事な盾を落としてしまった。この時代の重装歩兵が戦場で盾を失うということは最も不名誉かつ恥ずべき行為だった。攻撃よりも盾を取り戻すことを優先したアリストメネスは親衛隊へ前進停止を命じた。この一時の遅れはスパルタの二人の王にとって体制を立て直す十分な時間であった。左腕に構えた盾は敵を攻撃しようとする左隣の重装歩兵を守ることができる。逆に自分が攻撃に転じた時、右隣の重装歩兵の盾は敵の攻撃から自分を守ってくれる。盾は自分を守ると同時に戦友を守るために存在する。それが重装歩兵の絆。指導者でもあるアリストメネスは戦友を守る盾をどうしても取り戻す必要があったのだ。きっとアリストメネスに従う親衛隊はメッサニアを導く指導者を責めなかっただろう。だが果たして同盟を結ぶショポリスはアリストメネスの不名誉をどう見たであろうか。メッサニア軍はイノシシ塚においてスパルタ軍を撃退したが、多くの戦いの一つに過ぎなかった。そしてスパルタ軍を壊滅させる絶好の機会を逃したことは後に重くのしかかっていく。海峡に隔たれた異なる思想を持つ者たち、彼らは別の道を歩みながら同じものを求める。いや、きっと彼らだけじゃない。あらゆる国家、あらゆる民族がそう。でもそれを手にするのは一握り、そして誰かに与えられるものでもない。やがて全ての道は重なり合う。残ったものが人類の行く末を決めるだろう。